なによ、人が腹ペコで死にそうだってのに。何にも用意されてないじゃないのよ。うん、5分前に来たのだが。いや、料理が遅れてるんじゃないか。何一つテーブルの上に並べられてないなんてさ。ってことは相当手の込んだゴージャス料理と見た。おお、そういう考えもあるな。スグル？スグルは毎日ごちそう食べてるじゃん。そうよね、マホロさんが作ってるんだもん。マホロさんの料理、スグル君と入れ替わりたいよ。だが味は最高。幸せそうな顔しやがって。はあ、マホロさんのあの究極料理を毎日食べられるなんて羨ましい。ほんとありがとうございます。どうぞいつでも食べに来てくださいね。毎日でも通っちゃいそうだよね。ねえ、みなわちゃんも手伝ってるの？みなわちゃんも料理得意とか？お手伝い好きです。みなわちゃんの手料理か。お待たせいたしました。来た来た、おせぞ姉ちゃん。先生、まだ予定時間の3分前です。でもこれから料理を並べるわけよね。その時間を入れれば予定時間は過ぎるわよ。細かいですね。だってお腹と背中がひっつきそうで。その2つの出っ張りもしぼんでしまえばいいんです。なんだって？なんでもありませんです。おかみさん、こんなシュートの言うことなんて気にしないでください。シュートだ。間に合わせるもん。え？なんなのこの感じ。すごい速さだ。でもお皿の上の料理は乱れてないよ。ただものではないな。素晴らしいです。お待たせいたしました。時間きっかり。すごいです、おかみさん。尊敬してしまいます。ふーん、このくらいで尊敬だなんて大したことないんだ。え？
いえ、何でもないです。きっと聞き間違いですね。皆さん、どうぞごゆっくりとお召し上がりください。よし、食うぞ。あ、どうした、すぐれ。本当だ。そんな今日は完璧だったはず。ちゃんと人数分。あれ、私が突然お邪魔したから。スグルさん、どうぞ私の分食べてください。生命の神秘だな。スグルさん、どうして隠してたんですか？マホロ、はい、どうかしましたか？私の顔に何かついてますか？変な名前。え？しかしやってくれるぜ、スグル君。やるときはやる男だからな。もっと素敵なんだから。じゃあパパって何なわけ？パパってのは。それは。あ？パ。パ。パ。もう一度持ってくるって言いたかっただけだもん。意外と切れやすいガキだわね。からかいすぎちゃったかな。うん、悪いことしちゃったね。うーん、みさとくん、私がミサト君のチェリーを奪うはずだったのに。お待たせいたしました。はや、どうぞお召し上がりください。別に全然気にしてなか。
足早かったな。スイカ1膳分。うん、本当は用意してたって感じだよね。他のお客の分回したんじゃない？でも私たち以外宿泊のお客さんなんていないよ。おかみさんの分、まかない分ってことはないだろう。だあ、ごちゃごちゃ議論はもういいわよ。ほら食うわよ、お腹空いてんだから。うん、ではいただこう。はい、いただきます。この料理は。反則だろ。すさまじいな。食べてみればわかる。あ、スグルくん、ダメ。いや、食べてみた方がいいよ。みんな平等。何事も経験ということか。個性的な味付けです。おかわりありますので遠慮せずに行ってください。君、この料理は君が？はい、そうです。そうか。おい、座ろう。もしかして今、私を呼びました？式場先生を呼んだとも、つるべた娘。え、何ですか？飯、明日からあんたが作りなさいよ。まさかただでこのサマースクールに参加する気じゃないわよね。そんなこと思ってないです。でも。だったら四の五の言わず、明日からあんたが作んなさい。ちょっと何よ。なんでマホロなんかに食事作ってもらわなきゃなんないの？マホロさんを呼び捨てに。マホロさん、おかみさんと知り合いだったの？あ、いいえ、覚えがないんですけど。だいたいこの旅館のおかみは私なんだから、勝手に決めないでよ、おばちゃん。おばちゃんだと？この綺麗なお姉さまを捕まえて、おばちゃんだと？そうだよ。だってどう見たっておばちゃんでしょ。この座敷わらしが客
に向かってなんてこと言うのよ。お客だったら旅館の上に口出さないでよ。くー、これはね、死活問題なのよ。死活、死活、言ってる意味わかんない。なんか初めの印象とかなり違う。おかみ、ああ、怖いもの知らずな。だったらこれ食ってみろ。あ、この並べられた飯、一口食べてみろって言ってんのよ。なんでよ。いいから食え。食べるわよ。まずほーれ、みんさん、こんなクソまずい飯食えんだろうが。決まりね。今日はほんのちょっと失敗しただけだもん。ちょっと、この殺人的料理がちょっとの失敗だ。そうだよ。だからマホロなんかに作ってもらわなくても。でもマホロさん天才料理人だから。天才？きっと隣のホテルのシェフよりも美味しいと思うな。ほっぺが落ちて舌がとろけるよ。だからおかみさんも食べてみたら。誰がマホロの料理なんて。あの、お姉ちゃんとお知り合いですか。え、私おかみさんとお会いしてたでしょうか。知らない。そうですよね、はあ、よかった。もしどこかでお会いしてたのに忘れてしまってたなんて失礼だと思って。改めまして、私マホロと申します。どうぞよろしくお願いいたします。あ、これはこれはご丁寧に。私この旅館のおかみ、あかりと申します。あかりちゃんですか。とっても可愛い名前ですね。うん、パパがつけてくれたんだよ。そうですか、お父様が。素敵なお父様なんですね。うちのパパはね、とって和んでる場合じゃないんだから。え、こんなことで私に勝ったなんて思わないでよね。はい、明日はあんたなんかよりすっごくおしいもん作るんだから。楽しみにしてます。はい、記憶には。
すいません。私がいけないんです。はい、はいよー。ああ、すぐる、どうしたの？うん、中にいるよ。なんだよ、中に入ればいいのに。スグルなら大歓迎なのに。まあいいや、ちょっと待ってて。スグルさん、ございます。はい、すぐる、暇そうだな。なに、じじくさいこと言ってるんだ。そうか、たかだか3時間ちょっとだぞ。鍛え方が足りないな、すぐるは。まあ、自由時間だしな。ああ、そうだ。いいもの持ってきたぜ。お前、まさかキャンプにまで、あれを？キャンプだからだろ。男同士でじっくり意見を述べ合おうと思ってさ。なかなか大胆なポーズが多くて満足度 120%。 おお、暇だったらそれでも眺めてな。じゃあ俺も。川原、お前は俺と一緒にお出かけだろう。しかしこの本はいつだって見れるんだからさ。でもこっちは今回のキャンプだけのお楽しみだろ。あ、そうだな。じゃあな、スグル、俺たちちょっち行ってくるわ。
スグル君。あのね、明日一緒に。だな。はいはい、ジュースとお菓子広げるぞ。冬季限定のふんわりチョコチョコもちゃんとあるんだよ。口の中でふわーって消えるあの食感がいいのさ。そういえばさ、スグル、リン見なかった？さっきから姿見えなくてさ。まったくしゃあないな。抜け駆けって思われんのも尺だし、ちょっと探してこよっかな。んじゃ、あとは準備よろしくね。なんかあったの？どもりまくって。頑張りたまえよ。このキャンプはあと5日もあるしね。さーて、私はハマジたち探してくるよ。